次の我が家の田んぼにやってきました。あそこにちょっと立ってるの見えるでしょ。あれ冷えですね。はい、これも冷えです。これですね。はい、こういうやつですね。 あの辺もいっぱい生えてますね。これをちょっと台風前に取っとかないと、この種が田んぼに撒き散らされるわけですよね。ちょっとその前に取っとこうかなということで、ちょっと今日来ました。まだ梅雨が降りてますけど、昨日よりは若干いいかなというぐらいなんで、もうちょっと昼間は梅雨が降りてからというと、もう暑くなるんで、取っときたいなと思っております。はい、隣の田んぼは結構火が生えてるの分かるでしょう。我が家の田んぼも去年はそんな感じだったんですよね。まあこんなに大きくなるまではそのままにはしてなかったですけど、はい、今年は去年よりはまあマシな方ですはい、そういうことでちょっと今から草取り、冷え取りをします。はい、結構草が生えてるでしょこういうのもこういうやつも、なかなか除草剤が最近効かないんですよね。聞くところによると最近は除草剤1回じゃなくて2回やってるというような話も聞きますけど、どうなんかね、その辺のところがちょっと私もあんまり知らなかったんで1回しかやってませんけど、はい、この根元からですね、あ、ここまでだな。はい、根元から切って、はい、ここはもう近いんで、そっちに投げます。はい。で、あんまり近くないところは、ああいうビニール袋に入れて、あんまり支障ないところに持って行って捨てます。はい、はい、これも冷えですね。はい、冷えの根元が、はい、これです。これが根元です。はい、これが冷えです。よいしょ。はい、こんな感じですね。はい、これですね、冷え。はい、こんな感じで、ずっと取っていきます。まあそんなに大した量じゃないみたいだから、すぐ終わるでしょ。はい、一通り終了しました。ちょっとこれ間違って買った稲です。こっちが冷えですね。普通の人は見分けにくいと思うんですけど、まあ農家を長くやってるとすぐ分かるんですけど、これですね、この白い線が分かりますと、これが稲の葉っぱですけど、中央にそういう線がないでしょう。ないっていうかあるんですけど、ほとんど目立たないんですよね。この辺、どっちが、この辺が大きいか、葉っぱですね。こういう感じです。並べてみるとすぐわかりますよね、この真ん中の白い線。こういうやつですね。はい、こういうやつで見分けます。あ、ちょっと日陰で見にくいかな。まあ、日が強くても、こんな感じですね。はい、こんな感じです。こんな感じです。で、こっちが成長が早いんで、で、小さいのは、上に出てないのはちょっとまだ、わからないから、いっぱいあるかもしれませんけど、まあ、それはもう、わかるようになってから取るしかないんで。一応終了というか、あとこういう側溝際に小さな火がいっぱい、もうそっちもこっちもですね、
生えてるんで、ちょっとそれを取ってから買います。